ジョウスケ、これからハンティングに行く。はあ？一緒に来てくれ。ちょっと待ってください、ジョウタロウさん。今ハンティングって言ったんすか？まさかそれ。ナイスバディのお姉ちゃん捕まっ。2発目惜しい。まあまあだ、85点だ。だが追跡前に一つだけ忠告しておく。この場所ならおそらくドブネズミだろう。体長20センチくらいのネズミだ。数は分からんが確実にいる。ネズミは俺たちをある距離まで近づかせる。人間ごときノロマには捕まらないと自信たっぷりにな。我々がベアリングを飛ばすとは思っていない。そこを確実に近づいて一発で仕留めるんだ。あったぞ、ネズミの糞だ。このネズミがここの住人をスタンドでこんな風にして冷蔵庫に保存したっつうのか。しかも食ってる。くそ、ジョタロさんは戻ってこれ。俺がこいつをやるってことか。出やがった。これがこいつのスタンドか。俺を攻撃しようっつうのか。舐めてんじゃねえぞてめえ。次の一弾で必ず仕留めてやっからよ。まずい、テーブルの下から逃げる気か。させるか。ジョータロさん、何してんすか。この形、こっちだ。俺の方は命中したか、外れちまったか。ジョータロさん、こっちっすよ。ネズミやりましたね。始末しました。もう何やってんすか。肝心な時にいねえんすからよ。俺もう心細かったっすよ。でもまあ、どんなもんすか。たまたま命中したんじゃないっすよ。たまたまって別にダジャレじゃないっすよ。はい、スピードワゴン財団調査部です。確認するぜ、3匹や4匹じゃなく2匹だな。はい、間違いありません。やつは。ジョータロさん、待ってくださいよ。こんな広い田園地帯に逃げたちっこいネズミをどうやって追うつもりなんですか。シートン動物記の著者 E.T. シートンが追跡不可能な動物はいないと言った。気をつけろ。外すと必ず見ると思ったよ。体をこっちへ向けて、今度は確実に狙えるぜ。最後は間抜けじゃなかったぜ。プレッシャーを跳ね返す男、東方丈介と呼んでくれっす。